はい、では、日符号予測と誤り訂正を用いたニューラル翻訳モデルについて文献紹介を行いたいと思います。まず、この論文では、その日符号予約を用いてそのニューラル翻訳モデルの、その高速化について述べられていました。で、概要です。でその最近の機械翻訳ではそのエンコーダーデコーダーと注釈機構からなるそのニューラル翻訳モデルっていうのが結構研究されていまして、その既存の方法ではその出力思想にソフトマックス演算を行っていて、これはその表現力が高いんですけど一方で、その計算量が語彙サイズに比例するため、結構大きくなってしまうっていう問題があります。でそのため、この論文ではその計算量を軽量化したいよっていうことで、この日符号を用いるっていう形でやっていたんですけども、単純にその日符号を用いる方法だとその翻訳精度が従来のものと比べて大幅に低下してしまうっていう問題がありました。でそのためにも、過去の研究とかいろいろなものを見てその筆者らはそのこの以下の4つの観点がその計算量を軽量化するために大事だよっていう考えていました。でそのうちの1つがその翻訳精度、どれぐらいこれはその翻訳が精度が落ちないか、その日にした時に日にして速度を速くしてもその翻訳精度はちゃんと保たれているか。で次にその空間効率、メモリをどれぐらい使わずに使用するメモリ量を少なく、置き換えるかっていう形です。で次にその時間効率ですね。この時間がどのぐらい早くなったかって。であとは並列計算との親和性。最近の GPU とかを使ってうまく計算するためにその並列計算との親和性を持たせる形となってます。でその軽量化をするために。今回はその従来のソフトマックスモデルを部分的に導入させてあげて、高頻度語と低頻度語にまた分けてあげてその分離させる学習させる手法を提案しています。で単純なソフトマックスモデルの定式化なんですけども、以下のような感じとなってまして、単語にでこちらの式に対応する次元を1、それ以外の次元を0として単位ベクトルを表現とみなして計算を行って損失関数、これはロジスティック回帰で行っているという形となってます。でこの出力層だとこの頂点である EID っていうのがとのその交差エントロピーをうまく最小化させるようなパラメータを学習させてやってるっていう形となってます。このままだと、その計算量っていうのが、比例的な形になってしまうって感じですね。で今回の提案手法はそのソフトマックスモデルとは違って、各単語の生成確率をモデルが直接求めないという形で、その符号の各ビットの生成確率から間接的に単語の生成確率の推定を行おうという形となってます。でその表現手法なんですけども、その単語1個に対応するそのビット列として、ビット列をこういうふうに生成していきまして、そのビットが1となる確率をQ として取ってあげます。でそれをロジスティック回帰モデルでやってあげて、その各ビットごとの確率の積として結果として出していくっていう形となってます。でこの QH が半値以上であれば1、そうでなければ0みたいな形で出力ビットとすることで計算をしています。でその日符号モデルを作った時のその損失関数としては、その満たす条件がQ と B が同じであったか、それ以外かで分割してあげて、その時の形が一緒かどうかっていうのを見てあげるんですけども、その先行研究っていうますが、まあ、筆者らが最初に提案した形でやると、そのまあ2乗誤差を使った方がその精度がなぜか上昇したとのことだったので、まあ、今回の研究ではほとんど2乗誤差を使って、まあ、計算を行ってます。で、まあ、このようにして計算をすると全体が、まあ、ログの形になるので計算量が通常の比例した形よりも速くなるよっていう形になります。で、まあ、これがそのソフトマックスと日符号予測の混合モデルですね。まあ、こちらの混合モデルはその何でしょう、従来の研究よりもまあ、ちょっと増やしてやってあげることで、まあ、より良い精度になるんじゃないかっていうことで作られたらしいです。でこれは単純にその今回作ったその日符号予測のレイヤーとその、通常あるソフトマックスモデルを、品質語、まあ、たくさん出てくる語に対してはソフトマックスモデルを使ってあげて、希少な語に対しては今回作ったモデルを使ってあげるっていう形で、確率を単純に確率の積として出して、その本質関数とかうまく使ってあげたという形となってます。よいしょ。で、まあ、その予測だけではなくて、予測するだけだとその、まあ、ロバストネス、まあ、そのロバスト性がよろしくないってことだったので、まあ、誤り訂正符号を適用させてあげようということで、まあ、単純なビット列に対してその何らかの助長性を導入するんですけども、まあ、例えばこちら A と B っていうのがあった時に A を000、B を111として、これを重心として置いてあげると、まあ、全体のそのハニング距離的にはまあ1か2、11の距離がちゃんとあるんで、まあ、助長性がちゃんと保たれてるよっていう考えで、まあ、それを作ってあげます。で、すいません。で、この学習時にはその文字を単純にビット列にしてあげて、でビット列をこのように助長化させてあげて、その後に、その損失を計算して学習させてあげてる。で、戻す時にはそれを複合化させて、もう一回ビット列に戻して、それをもう一回文字に置き直してるっていう形となっています。で、はい、今回の実験では、まあ、コーパスは ASPEC と、まあ、BTEC っていうのを使用しました。で、まあ、その英語のトークン化にはこちらのものを使って、そのニューラルネットワークの構築には DYNET っていうのを使いました。で、これらは一つの GPU と CPU を使って学習してあって、で、そのエンコーダーには双方向 RNN と、まあ、注意機構とデコーダー、まあ、コンタクトグローバルアテンションモデルっていうのを使用しました。で、その学習にはアダム最適化機構を使って、そのハイパーパラメータは以下の通りとなってます。で、モデル、この全体のモデルの評価としてはブルーを使いました。よいしょ。で、こちらが実験結果となってます。ちょっと見えづらいんですけども、まあ、まずすいません、ここの、まあ、ちょっと上のところがそのモデルの名称とか詳細が書かれてるんですけども、まず単純なソフトマックスって書かれてるのが、まあ、従来使ってたソフトマックスの手法でして、で、バイナリーっていうのが、単純な日符号予測を行っただけのものとなってます。で、ハイブリッド N っていうのがそのソフトマックスのサイズを N として、でもう片方日予測みたいな形にしたものをとなっていて、その時の N にまあその畳み込み符号をつけて、まあ、ロバストネスをもうちょっと強くしたっていうのを、まあ、EC とか、バイナリーにその単純に畳み込みを行ってあげたやつを、バイナリー EC で、その2つを用いたものをハイブリッド NEC みたいな形で評価したところ、ブルーとしての、まあ、性能ですね、点数の評価として見てあげると、まあ、単純なソフトマックスモデルは、まあ、ASPEC で 31.13の時に対して、まあ、今回提案した手法の、まあ、2048次元に畳み込み符号をつけてあげると、まあ、全体で、これが、30.05 のように、まあ、ほとんど差がない形となってできました。でその時のそのソフトマックスとのパラメータの数の比率っていうのを見てあげると、だいたい 70% 程度まで落とすっていうことができ、まあ、その分高速化することができました。で、まあ、ASPEC だと、まあ、だいたい CPU 上でこれをテストした時には、まあ、約10倍の速度で BTEC の場合はだいたい5倍の速度が出たと筆者は述べていました。で、はい、実験結果として、まあ、学習の推移なんですけども、まあ、そのミニバッチ数がその大体 3万世代ですね、3万世代のあたりから、変化がほとんどなくなって、今回のモデルはその3万世代から大体なくなってずっと同じ平行線を出してたことから、まあ、そのフルの比較には、まあ、なんか平滑化が必要かなっていうことを述べられてました。で次、まあ、その翻訳精度への影響なんですけども、まあ、今回のモデルにおいてそのソフトマックス層を質的に変化させた際の、まあ、その翻訳精度の影響をこちらのグラフとしています。で単純にこの線がちょっとあるんですけども、その時のソフトマックスではもうすでにこう局地取ってるんですけども、今回のハイブリッドではこのソフトマックス層をハイブリッドなのでその分だけ増やしてあげる分だけどんどん評価が上がっていくよって形で、これがだいたい1024のあたりぐらいから、単純なソフトマックと同じかもしくはそれ以上の評価が出るみたいな形となっていたそうです。でこちらは、ASPEC の方でも同じでだいたい1000から2048のあたりまで来るとだいたい同じぐらいの、翻訳精度となっているということが示されたという、同じぐらいの、速度じゃないです、精度が出ていると述べられていました。なので、まあ、そのソフトマックスの大きさとその翻訳の精度にはトレードオフの関係があるのではないかと考察されていました。で、まあ、他にもその単語の出現頻度とその推定精度の関係を考えたときに、まあ、その全てのバイナリーのみだと他の手法に比べると、まあ、大体が下の点線となっていて、まあ低い値となっていまして、で単純な日符号予測ではどの単語もうまく推定することができないよっていうことがちょっと考えられています。で今回の両コーパスで出現頻度が、まあ、数十付近の単語ですね、結構近いところの単語でその再現率っていうのが低下して、その後また上昇するよっていう共通の傾向を示していました。でまあ、適合率の方を見てあげると、そのバイナリーが他の手法よりもなんか低いんですけども、今回生成したハイブリッドの形だったりとかそういう形にしてあげると、まあ、全体的に似通ったような形になっているということが今回その推定精度、まあ、再現率と適合率ですねを見てあげるとなっているって形になってます。でまたそのハイブリッド型なんですけども、 N をその出現頻度がその N を超えた時とそうでない時を見てあげると、その大幅に適合率がこう落ちているよっていうような点も見受けられました。でまあこれはそのソフトマックス層だけで計算してたっていうのが低頻度になったので、まあ、それを日符号の予測のモデルに切り替えたことによって、まあ、その予測精度が落ちたと考えられています。で、この研究の今後の展開として、その翻訳モデルにより適した単語ビットの割り当て手法を今後考えていく、またそのニューラル翻訳モデルの学習に適した形の誤り訂正手法の開発で、他にもその単語ベクトルにもその認知符号に制約して、そのモデルのパラメータを削った場合の翻訳精度を同様に達成できるのか、今回はその入力層じゃなくて出力層だけを見たんですけども、入力層にもその認知符号化を行ったらどうなるかっていうのを見たら、翻訳精度は同じようになるのかっていうのと、単純にその翻訳モデルの内部状態やパラメータが獲得した表現に対する調査を今後は行っていきたいとなっていました。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。